はい、皆さんこんにちは。髪の正常な状態っていうのは皆さん興味あると思うんですけども、特に女性は一本一本の髪の毛、気になりますよね。今日はその辺についてお話をしたいと思います。まあ、こちらにあるモデルが髪の毛一本正常な状態ですね。まあ、綺麗なキュートな配列がまず綺麗ですね。光の反射を同じ面で受けて同じ角度で反射してますから、ここがツヤになっている。まあ、これがキューティクル、天使のままできるということですね。一方、傷んでる髪はどうなっているか。こちらですね。このように傷んでる髪というのはキューティクルがまずガタガタです。剥がれそうなんです。内容成分に飛び出てますね。で、こういうものを女性の立場から考えたときに、まあ、女の人は一体どんな髪を望んでるのかなっていうことを調べてみました。まず第1位がですね、癖について皆さん悩んでますね。そして枝毛についても悩んでます。髪の毛が広がってしまうということに対してもかなり悩みを持っています。そして最後のツヤですね。これはよく考えていくと、一本一本の髪自体が健やか、そして傷んでない状態になる、そのようなことがどうやったらできるのかっていうのは、まあ、悩みの一つなわけで、まあ、私たちプロの美容師はそういうものをどういうふうに解決するかっていうのが、今回ですね、私どもが作ったこちらにあるシャンプートリートメント、そしてそのシャンプートリートメントの内容成分になります。まあ、どんなものが入っているかっていう軽く説明しますと、私たちは髪に対していい成分を知っていますので、そちらの成分をこのシャンプーとトリートメントの中に配合させました。まず 18MEA ですね。この 18MEA はツヤ、健康毛、脂質等にキューティクルに対してですね、密着する成分として知られています。ですからこちら側のキューティクルを今言ったんですけど、このようなキューティクルの状態に持っていくのが 18MEA です。それから L カラプト、ね、これはどういうものかというと、まず髪の毛の中にあるコルテックスですね。こちらにこう丸い玉がありますけど、これコルテックスです。コルテックスが傷んでくるとですね、このように髪からはみ出て流出してしまいます。こういうものを補うものですね。そしてその補うものに関しては非常に熱で補うことができるので、こちらの彼女のアイロン、特にシルクプレート、水蒸気爆発しないので熱処理した時に安定してエルカラクトンが作用するというものです。それからプロテオグリカ、これはコルテックスメデュラ、コルテックスの中間部ですね、メデュラ、この一番深い部分、まあ、これはメデュラが剥がれて流出してしまうんですね。こういう毛っていうのは張りがないのでプルプルしてないです。ふわーっと浮いてしまうんです。こういうものを、なくしていこうということでプロテオグリカンを入れます。まあ、要するに辛抱を入れるという意味ですね。しっかりした辛抱を入れる、こういうふうに考えています。そしてリピジュアですね。リピジュアは、どういうものかというとポリマーですね。その最終的に髪を覆っていこうというものになります。覆っていくことで最後にツヤを完全なものにしていく、こういうものになりますね。これがこちらのシャンプーとトリートメントに対応されます。もう一つのシャンプーとトリートメント、私たちが考えているシャンプーとトリートメントは2シャンプー、2トリートメントですね。2つの商品を使った2回洗うシャンプー、2つのトリートメントを使った2回トリートメント、そういうものです。どういうものかというと、そこにはまず水飴成分、こういうものが入っています。水飴成分、何がいいかというとですね、吸着密着が非常にいいです。そして、髪のキューティクルを非常にしっかり覆ってくれるものなので、そういうものを配合した
というのが、こちらの商品になります。では実際に傷んでない髪、傷んだ髪がどのように変わっていくのかをお見せします。まずはカットするって非常に大事なことなので、傷んだ髪は枝毛等は毛先を取っていきます。枝毛等で悩んでるお客さんの毛先を少し髪の毛を切るときには、ハサミをですね少しスライドするような形で動かしていきます。スライドするようにしながら傷んでいる毛をカットしていきます。スライドするように傷んでいる毛をカットしていきます。先に髪を取ります。続いて傷んでいるキューティクルですね、配列が綺麗になるように、カットしていきます、はい、外科的に、髪の痛みを取ってきました。そこにですね内科的に、施術をしていきます。まず、ご説明したように 18MAね、髪の健康も脂質もしくは髪と同じ成分でできているものを私たちはこのように、貼り付けています。まあ、まるでキューティクルが正常になったように、見えてきました。髪の芯棒ですね、こちらの、プロテオグリカン髪の中に向かって、こちらの成分を、入れていきます。はい、そしてこちらの、リピジュアを使ってですね、キューティクルを覆っていきます。最後にですね水飴成分で吸着密着を、させます。ここにはですね、高濃度のシュガー成分が入っています。このようにしてですね、傷んだ髪を修復していくっていう、作業が、この一連の流れの中こちらの商品で、できるようになりました。